はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。新人 YouTuber 事務所へようこそ。さあ、本日なんですが、まあ、新人 YouTuber、まあ、新人 VTuber デッキを、作ってきたので、ご紹介していこうかなと、いうふうに思っております。ギスキルリーダーですね。はい、イビルツイン。これ結構人気のテーマなんでね、皆さんもよくご存知なんじゃないかなと思うんですが、まあ、最近はなんか OCG の方では、なんかその、スプライトっていうね、なんかテーマとなんか合体して、なんかすげえ悪さしてるらしいですけども、マスターデュエルではですね、トラブルサニーっていう、なんかすげえ強いリンク4のモンスターがいるんだけど、まあ、そいつが来てなくて、ちょっとパワーが落ちてます。OCG よりかは。ただ、まあ、使ってみたんですけども、結構普通に強いんで、これで全然ダイヤ1到達しましたっていう方もいらっしゃったんで、普通にね。ツイッターとか見てたら。なので、まあ、全然強いんじゃないかなと。トラブルサニーなくても、トラブルサニー来たらまたより強くなるけど。で、まあ、どういうテーマかっていうと、一番初動があるんですよね。キスケルとリーダーが完全一番初になってます、なってまして、リーダーは、自分のフィールド上にモンスターは存在してなくて、こいつが召喚か特殊召喚したら、キスケルを出せる。で、キスケルも逆にリーダーを出せるっていう。で、キスケルとリーダーを並べられると、まあ、リーダーかキスケルが出せて、で、このリンクモンスターたちが、結構、ぶっ壊れ効果を持ってて、キスケルは、墓地のリーダー特殊ができて、で、リーダーは、墓地のキスケルを特殊召喚できるっていう。まあ、そういう効果になってるんですよね。だからリンクをバンバン伸ばしていけるっていう。あ、ちなみに、この効果使っちゃうと、悪魔族モンスターしかエクストラ生き方出せないよっていう制約がかかっちゃうんで、まあ、そこちょっと注意ですよっていう感じですね。で、キスキルは、リーラがいるときに特殊召喚すると、1枚ドローできる。で、リーラはキスキルがいるときに特殊召喚すると、カードを破壊できるっていう。だから、相手ターンではリーラを使って、自分のターンではキスキルを使って、まあ、自分のターンではドロー、相手のターンでは破壊っていう。まあ、非常にわかりやすい。この効果を使っていく感じですね。で、今まあまだマスターデュエルにはトラブルサニーっていうモンスターがいないので、まあリンクモンスターをね、例えばライゴーであるとか、それからまあアクセスコロトーカーであるとか、こういうモンスターをアタッカーにして殴っていくみたいな感じになってますね。で、一応展開としてはマスカレーナを絡めて、相手ターンではキスキルリーダー以外にもマスカレーナ派のリンク召喚を狙っていくみたいな感じになってます。まあ一応ね、ここにトライミアグリフォンとか、まあリンク4の悪魔族モンスターであれば結構出しやすいので、まあそういったモンスターを入れて。制圧力を上げるのでもいいですし、まあ、高校まくるように私はね、セイントレアと、ダウンアローと、アーゼウスを出せるようにちょっとエクストラ枠が入っているのと、あと、パラレルクシード入ってるんで、パラレルクシードからバグースカー出せるように、まあ、この枠を押さえてるから、ちょっと、じゃがエクストラ足んなくて、入ってないんですけども、まあ、本当はちょっとトロイメアグリフォンぐらいは入れたいですね。で、まあ、圧倒的に初動の安定感はあるんですよ。例えば、パスフレーズであれば、イビルツイマホトラップを持ってこれて、で、トラブルさんっていうカードが、これキスキルがリーダーにアクセスできるんで、まあだから、まあこの辺のカードが全てキスキルリーダーになるんですよね。だから初動カードが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 もあるっていう。まあほぼ事故りません。ほぼ。ただ、やっぱり誘発には弱い。まあ敵から特殊召喚してくる効果だから、裏とか踏むし、まあ増陣も結構重いですし、割とこういう、まああと、エフェクトベイラーも踏むし、無限保養も踏むしね。なので、抹殺破壊穴はまあ必須かなと。で、あとは、まあ、言うてね、組み合わせることもできるんですよ。ライブツインモンスターっていうのは。召喚金は使いますけど、例えば、他にも召喚金を使わないテーマ、ジャックナイツとか、あと、破壊とか、ああいうテーマと合わせたりもできるんだけど、今回は純正にしてまして、純正にして、初動は完全にこいつらに任せて、あとは手札を張って守っていくっていう構築になってます。まあ、ここ、罠にしてもいいと思いますし、まあ、手札を張ってもいいですし、これ何でもいいです。強ければ。破壊と回してもいいですし、まあ、いろいろね、組み方があるんで、ぜひね、皆さんもね、お気に入りのライブツインの使い方をね、見つけていただければと思います。はい。私はとりあえず純正みたいな感じで組んできました。キスキルちゃんとね、リーダーちゃんめっちゃ可愛いんで、イラストアド、バクアドです。はい。これからも私はこのデッキを使い続けていこうと思いました。可愛いので、デュエル3枚。ああ、割といいじゃん。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いしまーす。あ、通る。よし。オッケー。通るのはいい。キスキル召喚。効果発動。なんかあるね。まあ、抹殺引けたし、まあ、無限保養。抹殺で飛んでないかなっていう話はあるんだけど、抹殺で飛んでないか大丈夫だ、オッケー。オッケー、大丈夫、飛んでない。抹殺の指名者を発動。抹殺の指名者の効果により、無限法要をゲームから除外し、その効果を無効にしていく。さあ、無限法要は無効化させてもらった。これでキスキルちゃんの効果は有効。さあ、駆け出し YouTuber
動画を1本出すことができました。さあまずは動画を1本出すことができた。でこれでパートナーを呼び出してくる、叩き起こしていく。もうこれリーダー1枚しかないのかこれで。あ、なんかまだありますね。でキスキルフロートを特殊召喚で、ディボーティーディサイブルパターンかな、これディボーティーディサイブルパターンですね。ディサイブルリンク召喚、サイバーストックモンスター期待でリンク召喚現れよ。リンクディサイボー and サイバーストックモンスター1体でリンク召喚、リンクディボーリー OK。 そしてリンクディサイボールの効果を発動。リンク先のモンスター1体をリリースすることによってデッキからカードを1枚ドローし、あーいらないね、いらないね、1枚デッキに返す。そしてリンクディボーリーの効果を発動。ディボーリーの効果によってトークンを2体生成していく。まあ、これでね、なんかモンスター3体が4体に増えるんで、まあ、リンク数伸ばしやすいってのは、まあ、偉いですよね。で、イーベルツイン、キスキルをリンク召喚。あ、ここですね、はい。で、トークン2体使ってますかね、出してでいいな。キスキルリンク召喚。そして、悪魔族モンスターしか出せなくなる縛りがあるんで、一旦トークン2体でマスカレーナちゃんを出していく。はい。はい。で、イーベルツイン、キスキルの効果発動。お友達を呼ぶことができるよ、墓地から。お友達を呼んでいく。そして、リーダーとキスキルでリンク召喚。イーベルツイン、リーダー。OK! で、リーダーの効果発動。リーダーの効果によって、墓地のキスキルを特殊召喚。OK! これでワンドロー。ヤッホー、でキスキルの効果発動。カードを一枚ドロー。あ、弱い弱で、リーダーとキスキルでリンク召喚。現れよキスキル。オーケー。で、これで相手のターンにね、リーダーを蘇生して、で、リーダーをぶっ込むというね、ことができますんで、一応。はい。さあ、一応、妨害数的には一応、キスキルの1妨害。とマスカレーナの、一妨害と、あ、無限法を要されたので、まあ、マスカレーナはいなくなりましたが、マスカレーナいなくなりましたが、まあ、妨害数的には、まあ、4妨害プラス増殖する G みたいな感じでしたね。うらら、わらし、キスキル、あーね、あーね、なるほどね、まあいいや。はい。でエクレシア効果、うららぶっ込むしかないかな、うららぶっ込むしかないかな。ガンマやめて、ガンマちゃんやめて。オーケー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 。ガンマさんはなさそう、あったら多分打ってるから増殖する時は通りそうですね。じゃあね、あ、オーケー。天衣ちゃん出てくる効果に増殖する時をぶち込んでいく。ヤッホー手札誘発まみれ最強。やっぱ手札誘発いっぱい詰めるデッキはいいですね。安定的に手札誘発をいっぱい構えられるんでめちゃくちゃいいですね。増殖する G が取る途中なんでね、さすがに。そしてアシュナ1体でリンク召喚。小僧来た、小僧寿司チェーン来た。でアシュナ特殊召喚するメインフェス終了前、何何。まあじゃあキスキル発動するしかないか。キスキル発動、キスキルの効果によって相手のメインフェーズにも発動できる効果。これで、リーラちゃんを特殊召喚、効果発動。相手のカードを1枚破壊していく。さあ、よし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 、いいぞ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 、これは強い。これは非常に、まあ、マスカレーナの効果死んでるから、まあ、そこだけちょっとあれですけどね。セット、よし、チコッチャンスだ。オーケー、あー、オーケー。お前の効果向こうってのはあんま関係ない。双剣暗転ってさ、裏側のモンスターってなんかリリースできるんだっけ。あ、ゴードン来た、ゴードン来た。これアクセスしちゃっていいの。リーダーの方がいいですね、リーダーの方がいい。リーダーマスカレーナアクセスできない。これでリンク召喚現れよ。アクセスコードトーカー、そしてアクセスコードトーカーの効果発動。
インク2分打点が上がるぜ。4300だぜ。ちょっと打点が足りない気がするな。これ大丈夫か。さあ、アクセスコールトーカーの効果発動。アクセスコールトーカーの効果によって、墓地のリンクモンスター相対をゲームから除外し、相手のフィールドのカードを1枚を選んで破壊することができる。くたばれ。なるほど、双剣暗転。これ裏側ってことは、これ双剣モンスターではない、あのクセカードは。トラブルサインか。トラブルサン、あとトラブルサンで、キスキルからが持ってきるとか、それやつな。一旦キスキル持ってくる。あ、今リラトリートでもなった。まあいいや、キスキル召喚するんだろう。キスキル召喚して、でキスキル効果発動をしていいな。でリーラ特殊召喚するんだろう。でリーラで このリンク先一応伸ばしとくか。で特殊召喚発動効果、相手のカードを破壊していく。エクレシアね。なるほどね。一応エクレシア攻撃表示でよかったんじゃないの。相手のメインフェーズ中にもね、なんかブッパ、ブッパじゃない、変身できる効果あるから、一応ね。あんまり関係ない気がするけど、打点足んねえな。どうやって伸ばせばいいんだこれ。わかったわ。キスキルとキスキルでリンク召喚、現れろトロメア、ユニコーン。もう効果発動しようか。これ効果発動して、これトラブルさんデッキに戻して、総合リンクだから1枚ドローしよう。いらねえカードは一気に返して、そして1枚ドローしていく。おい、出た、リーダーの効果発動。これでスキルを特殊召喚して、4300、1100、2200、1100、いけんじゃないこれ。どうこれ、この圧倒的展開力、強い。殴ったら勝ちか。いけ、こうやって打点作っていくんだぜ、このデッキは。1100しかねえからよ、打点がよ。打点作んのめちゃくちゃ難しいぜ。対戦ありがとうございました。今結構綺麗にイーヴィルツインもありましたね。イーヴィル来ちゃう。オッケーオッケー。高校のハンドとしてはまあゲーム参加権は握れてるんで、まあ十分でしょう。さあ、金剣発動来ちゃう。金剣発動来ちゃう。ちょっとできればね、増字はね通していただきたいんですよね。6枚、まあまあまあ、オッケー。ライスト、闇湯、追放、あで、打点しデスピアですね。打点しデスピア、デストロイ。強そう。追放はやめてくださいよ。ちょっと、よくないですね。さあ、追放の効果発動。おう。追放の効果を発動し、打点しスペルビアを手札に加えていく。なるほど。スペルビア、閲楽、なるほど。閲楽は、お互い、違う。打点しサーチしながらなんかあれですよね。特殊召喚する効果ですね。で、これでガンマケアしていく。で、1枚はドローできる。できれば展開してほしかったですけどね。ニビルで、リリースできたから。ちょっと増地がかまされると、ワンチャン相手展開しないでだろうな、これな。イシタムを手札に加えていく。で、墓穴、いや、弱えな。あー、てか、これあれじゃん。ユコバックいるから、これ、キスキルの効果、うわ、うざっ。キスキルの効果起動できんやん、これやば。ドロー。あー、なるほど。トラブル3はとりあえず発動するわ。トラブル3発動して特殊召喚できる系のカードを持ってきておいた方がいいですね、これに関しては。反逆の打天使。打天使モンスター1体墓地送って、自分の手でフィールドから闇属性の融合モンスターによって決められた融合性モンスター墓地送って、あー、そのパターンか。ルシフェルか、これ。反逆やめ。反逆やめろ。反逆をやめなさい、反逆を。従順であれ。さあ、これ何を、アルベル・イシュタム、閲楽で、ルシフェル飛んでくる。で、ルシフェルは確かあれっすよね。なんか、フリチェで、なんか、打天使を蘇生できる、天使を蘇生できるみたいな。あーリーラ召喚で効果は起動できず、ルシフェル効果、いや、ルシフェル効果さすがに墓穴か。
どれが蘇生されたらまずい。どれもめんどくせえな。どれもめんどくせえな、これどれもめんどくせえな。ちょ、墓穴ぶち込むしかねえな。わかんねえけど、これさすがにイシュタムか。イシュタム、まあ、アレベルもめんどくせえけどな。これどっちにしてもどっちか蘇生されっから、蘇生先どっちか消しとこう。これでどうせスペルビア出てくるんだよな。これスペルビア除外したところで結局どっちか出てくるからな、あんま関係ないんだよな。でなんかされたくない、サーチされたくないですもんね、打天使。アレベルの方が嫌かな、これどっちかっていうと。ちょ、わかんねえな、どっちが嫌なんだろう、打天使、デスペア打天使。結局これスペルビア除外したところで、あのアレベルか、何あのイシタも出てくるし、でイシタも除外したらスペルビアから、あ、こうなるし、で、なんかアルベル除外したらまたスペルビア、イシタムが来るわけでしょ。これどっちにしてもめんどくさいですよね、これ。はい。で、ここでまあ、とりあえず全部流していくしかないんじゃない？これもうさ、だってさ、なんか、キスキルリーラ展開したところで、あの、ルシフェルとかいうモンスターのせいでさ、なんか対象取れたじゃん。だからもう全部流すしかないのでは。これあれだな、ダウナードやっぱいるな、これ、このデッキ。ダウナードあったら強いわ。バトルフェス入る。で、セイントリアでぶん殴って、相手ぶん殴る、はい。で、ロボットを重ねて、まあ、一応これはできるんでね。まあ、高校も一応、まくり性能としては、まあ、そこそこ高い気はするけど、こいつができるから。ただ、若干その、ダウナードを入れてるほどの枠がなくて、ダウナード入れた方がいいですよね、これね。さすがに。で、まあ、こうするしかないですね。はい。で、全部っ破していく。オッケーで、セットして、マインドか。なんか、一体何デッキだよって言われるとあれですけどね。お前何デッキだよみたいなとこ、ありますけども。まあいいや。ただ3枚でしょ。で、一応劇場あんのね。劇場はある。劇場あんのはいいや。で、劇場効果、融合してくんのね。まあこれ多分クエティスか、マスカレイとかどっちかでしょうね、多分ね。で、うわ、ドラマトゥルキア、ドラマトゥルトゥルキア、あー、でも打点は突破できないか、打点は突破できない。え、これ待って、レベル8に対って言われる、これレベル8に対きついね、レベル8に対きついね。あ、でもそうでもないか、ドラマトゥルキアいた方が辛いか、俺はどっちかっていうと。アーゼウスは一応守備力3000あるんで、ドラマトゥルキア では突破できませんね。相手もやることがねえらしいな。なるほど。まあ、俺もやることないけどな。結構。これ、クソめんどいやん。マスカレードぶん殴ったら、アレベル蘇ってきて、で、ドラマトゥルギアぶん殴ったら、ルシフェルに蘇ってくるんでしょ？これ、あまりにめんどくせえな。これ、何もしない正解じゃないか、これ。これ何もしない正解くせえ。何もしない結構正解。ドラマトゥルトゥルギアさんちょっとどっか行ってくれないかな。ドラマトゥルトゥルギアさんがいると、あのエクストラデッキが出てきたらなんか効果向こうに来るんですよね、モンスターの効果を。いや、この手札結構死んでんの痛えな。ライストもあのニビルもまあほぼそんななんか5回も展開してくるデッキじゃないと思うから、ニビルかませればウスターブベノム来ちゃった。めんどくせ、強引に突破しに来た、まずい。なるほどな、これで俺のアーゼウスは吹っ飛ばされるってことがいいだろう。まあ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 いいでしょう、まあいいでしょう。で、ドラマトルギアは誰とも食らいましょう、構いません、いいでしょう。でだ、うわー、クセカードもあんのか。まあでもこれでライストの一応発動条件は満たしましたね。ライストは打てる。あとはこのライストでどっちを破壊するか問題があるんだよな。どうしようこれ。まあ魔法トラップだな、さすがに。これちょっとモンスター割ったところでまた湧いてくるんで、ちょっと魔法トラップ明かしましょう。これで劇場とあの伏せカードなんかわかんないけど、墓穴か、あ、墓穴か、オッケー、墓穴ですかね、はい。で、リーラどっか行く。まあリーラの効果は発動しないから別に大丈夫で、スターブベノムがいるから、スターブベノムをどうにかしないと、こっちのモンスターが吹き飛ばされるやつですね。で、まずキスキルを召喚していく。キスキル効果発動。キスキルの効果によって、リーラを特殊召喚できる。でだ、効果を無効にしてくるが、
でもイビルツインモンスターたちはあれですね、まあ、そこそこのフリーチェーン効果持ってるんで、なんかドラマトルギアで無効にされてもなんか割とチェーンセーブなんかいけそうな気がするな。ケスケルとリーラでリンク召喚現れよ。ライブツインケスケル、あいやライブツインじゃない、イービルツインケスケル。さあどうする、出てきた時にしか無効にできないんでドラマトルギアは、だからチェーンできるんですよね。でケスケル効果発動、キスキル効果発動してリーラ特殊、これねさっきリンク召喚できてればねまた別なんですけどね、できてないんでね。でリーラリンク召喚する、これユニコーンしても意味ないからリーラ行くでしょ。はい、でだリーラ君が出てきたから効果 OKOKOK チェーンできる、 OKOKOK 大丈夫、その効果大丈夫だ、チェーンすればいいから。でリーラ君の効果チェーンしてキスキルを特殊召喚していく。でこうですね。でキスキル特殊召喚できたからワンドロー入れられる、オッケー。これでなんか引け、一滴なんか引け、いや一滴弱えな、だから何引きたいんだこれ、わからん、なんか引け、引いて強いカードあるか、あうららか、なるほど。うわーむずい、これむずいね、どうしようこれ。これスターブを破壊してしまうと結局死んじゃうんですよね。だスターブ残しは確定で、ドラマトルギアだけライゴでしょるか。キスキルとリーラーをリンクマーカーにセット、アキットコンバイン現れよ。破壊神ライゴー、破壊総神ライゴー、これでエンドフェイズなんじゃない、これでエンドフェイズライゴーの効果発動で、ここ破壊してでスターブだけ残し、このスターブだけ残し結構相手うざいだろこれでまんましてこなければいいんだけどな、なんかそのライゴーの効果、あー自爆特攻ね、なるほどなるほどなるほど、自爆特攻してライゴーを背負ってくると、はい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 、 OK いいでしょう。でスターブの効果ね、はい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 、アルベル、あそっか湧いてくるのか、なるほど、めんどくさ、まあ、それは発動する意味ないか、これこれなんかこいつ破壊したらなんかアルベル出てこないのあんのかな、ワンチャン今自分破壊したらアルベル出てこなかった説ある、プリングわからんで、アルベルぶっ壊されてで、どっか行くでぶん殴られていく、アルベル組んでぶん殴られていく、その1800がまあどうでもいい、オッケー、なんか激闘してるな、なんかすげえ激闘してるぞ、セット、なるほどなるほど、なんだそれは伏せカードでもなんか打点シデスペアの伏せカードで使わないカードって何があるんだろう、なんかハカラマスターさんそっち系かな、あー一滴ね、あまりに弱いね、一滴はこれ裏ラックスカードないだろ、もうこれ守備表示で置いといて壁にするか、こうだろ、これでエンドなんじゃないか泥試合になってきております、非常に泥試合になってきております、相手も結構リソース厳しいですけど、こっちも割とリソース厳しいですよ、人影闇湯だ、人影闇湯来た、人影闇湯来た、うわ成功してる、人影闇湯成功してやがる、うわー強えくっそルシメデが蘇ってしまう、まずい、まあしょうがねえか、まあ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 いいだろう、くっそ階段は強えよ、うわーまた出てきちゃった、やばいのやばいの、また出てきちゃった、直命強そうだけど今あんま意味関係ない。でバトルフェイズですね、お了解です、で倍になるのこれ、よしよしよしいいぞ、うららくんは守備力が高い、よし耐久めっちゃ強い、 OK、でルシフェルの効果を使いますか使いませんか、まあどっちでもいいですね、あ一応使うんだ、オッケー、使って、蘇生してくるやつ、スペルビア特殊召喚、はい、でスペルビア効果、やばいやばいやばい、マジで真面目にやべえ、
普通にやべえこれ。いやさっきめっちゃしょったのに、魂のアーセンスしたのに。ユコバック、もう裏の打つか、打とう、打った方がいい。もう打つところなさそう。裏のぶっ込んで、ユコバックの効果止めて、いやもうなんかもうあとなんか何回か特殊がしてくんねから、1、2、3、あとなんか2回くらい特殊がしてくんない。ちょ、ニベルぶち込みたいんだけど、ちょ、あのルシベル突破するのクソむずいんだよね。まあ一滴あるからいけるか。でももう一回特殊召喚してくれ、もう一回特殊召喚してくれ、頼む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 、マジで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 、うわー、してくんないやつ、してくんないやつ来た。でまたこれスペルビア系の効果を発動しようとしますね、これね、ルシベルで。まあこいつは今何もしませんね。はい、でこれ回復ですね、了解です。わらし来た、わらしはなんかワンチャン強そうだな。まあ、キスケで召喚するよね、一旦。で、ルシフェル効果発動に、ここぶっ込むしかねえ。うおー、行ってけじゃあぶっかけていけ。もうニベル使わないだろ、俺絶対。ニベル使わない。で、抹殺も使わない。多分。これでいいと思う。選ぶのは、まあ、とりあえず絶対にルシフェルまず一体無効にして、まあ、ルシフェルと、こっちかな、こいつ無効にする、打点半分マンになった。これでルシフェルは破壊できる、効果が無効になっているため。でキスキル、キスキル出しましょう。キスキルとウララでキスキル出していく。で、はい、でキスキル効果発動してリーラ特殊化するしかないな。あの伏せ方なんだろうね、あの世界なんだろう、ちょっとわかんないな。まあ、とりあえずリーラ、特殊召喚して、でリーラ効果発動。もう いけるシュエル、くたまりやがれ、お前は絶対に殺す。よし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 。でアレベル効果、なここはウララぶちまし、あのウララじゃねえや、わらしぶち込みましょう。わらしぶっ込んで相手の墓地蘇生を完全に止めて、完全に機能停止させる。オーケー、よし、いいぞ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 、いいぞ、空中戦が繰り広げられている。いけるぞ、マスカレード。じゃあめんどくせえな、くっそめんどくせえな。まあいいだろう。でわらしでアルベルが向こうになっていく。あとはアタッカーを用意すればいいんだな俺は。アタッカー用意できんのかこれ。グリフォン、グリフォンしかないのか。まあ一応リーダー出すか、リーラ出して1枚ドローしに行くか。でリーラ出す、モンスターが1個ね足りないんですよね、キスキリーダーのギミックって。なんかも特殊ができるようなモンスターがいると割と展開伸びたりするんですけどね。でとりあえずこれでキスキルを特殊していく。でワンドロー入る、なんか強いカード引け。お、これワンチャンあるじゃん。じゃあトラブルさんはこれ特殊ができるモンスター引っ張ってくれんだ、これ。これで、リーラトリーと引っ張ってくれば特殊召喚ができる。で、リーラトリート特殊で、リンクして、トロイメアユニコーンだな、ユニコーンで、こことここでユニコーンして、で効果発動、ユニコーンで1枚カードを墓地に送ってバウンスすんのどれかな、これ一番リソースになるのどれかわかんねえ。わらし来た、オッケー。何出せるんですか。あ、なるほど。まあ、まあ、バトル、これバトルウェイズだ。これで場面しょった、いけるいけるいける、よし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 、盤面しょれた、いけるいけるぞ。これでしかもキスキルのなんか効果残ってるし、相手のカード一番破壊できるし、直面あるし、これは強い。非常にグリフォン出す必要もあんまないだろこれ。エンド、いやこれは強いぞ、これはいける。いや何引いてくるのか怖いんだよ な結構赤の楽園とかね、いろいろ強いカードありますからね、デスピアはね。だ天使の階段、うおっ、黙れ。大きいの直面発動、大きいの直面の効果によりフィールド上のマジックカードの効果は全て無効化される。残念だったな、ギン。よし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 、
で、キスキルの効果も発動していく。キスキルの効果によってリーダーを特殊召喚し、リーダーの効果によって相手の伏せカードを剥がしていく。行けリーダー。うおー、あー開幕か。なるほどなるほどなるほど。残念だったら開幕使えなくて手札の枚数が足んなかったんだな。ユニコーンの効果が発動する。なんだこれ今のユニコーンで、王宮の直命の効果で700ポイントの大ダメージで、ゴードン発動して、まだ言いますね、リンクモンスターいっぱい展開札は来てそう。ゴードン発動する、ゴードン効果で、あー直命忘れてた。これねよくやっちゃうんですよ俺。なんか自分は直命の効果忘れるっていうの結構あるんですよね。なんか相手だけ直面してなんかうおーって言ってる際に自分はめっちゃ忘れるっていう。トリメユニコーンとキスキルをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ。アクセスコードトーカー効果発動。アクセスコードトーカーの効果により打点が3000ポイントアップしていく。プル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 。そしてリーダーの効果発動。リーダーの効果によってキスキルを特殊召喚できる。よし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 、いいぞ、これは素晴らしい。そしてカードを1枚ドローしていく。オーケー、よし、これでバトルフェーズ入るしかねえか。打点足んねえもんな。9000は突破できねえ。じゃあもうぶん殴るしかねえ。ボラ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 レピア。オーケー、残りライフはあと1500。よし、まあメイン2か。これでまあグリフォン出しとくのはワンチャンありですけど、まあ、キスキルになっといた方がいい説もあるな。キスキルになっておこう。キスキルになっておいてリーダーを蘇生できる体制を整えておく。一応置こう。オッケー。でこれでフリーチェーン1破壊がある、直命がある、結構きついと思う。相手もう融合はできないし蘇生もできない。これはいけた。激闘だったら多分勝った、さすがに。オッケー、了解了解了解。オッケー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 、耐えた耐えた耐えた、しょ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 し、オッケーオッケー。うおー、いやすごい。うわ30分デュエルしてるわ。30分デュエルしてる、やば。まあでもこのぐらいの熱いデュエルが繰り広げられるのはやっぱこのゲーム神ゲーですね。あまりに神ゲー。バトルフェイズ行こう。ダイレクトアタックだ。うわー、対戦ありがとうございました。これは魂。チャンネル登録よろしくお願いします。あー、ゾウジー通ってくれないと困るな。増殖する G はもう完全にゲーム参加権と言われてますからね。ゾンビキャリア、なるほど、ゾンビキャリア、なるほど。なんだろう、アンデッドリッキーかな、アンデッドシンクロみたいなデッキですからね。知らぬい系のゾンキャリとか入って、ゾンキャリとかなんだっけ、あれ、ユニオンキャリア、ユニオンキャリアじゃねえや、ユニオンゾンビかかなんか入ってるやつですか。これまあ一回ちょっと増殖するしますけどいいですか。増殖する字かましていきますけど、なんかあります。あー、ゲーム参加できないわ。なるほど、ゲーム参加権はしっかりと剥奪されていく。すげえ展開力だな、おい。何が出てくんだ、これ。あー、メイデンじゃんね。ソリティア、ゲボ長いやん。なんで回してんだ、こいつ。やばい、佐々木来た。佐々木や、佐々木。え？アスラピスク、やば。あ、やば、強それ。強それ。痛い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 、いった。いった。いったー。でも DDB 痛いですよね、これ。危ねえ。1ターンに1枚、一度しか発動できない。よかったー。危ねえ。滅傷してじゃなかったら死んでた。完全に。やばい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 ああ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 あ。